日本運動器理学療法超音波フォーラムの開催のお知らせというのが出ています。僕とかあの福井先生とかね、大阪の小柳先生たち含めて世話人がいて、で、持ち回りでやってた。第1回は僕が大会長でやったんですけど、今年福井先生が文京学院大学で会長をやってもらって、本郷キャンパスの方でやります。現地で250名、ウェブもまあ450人ぐらい。ここの演題はですね、応募したら発表できる内容ではなくって、あの僕ら世話人の推薦がいるといって、学問的にもレベルの高い臨床的な論文とか基礎の、ね、研究を僕たちが自信を持って推薦して発表してもらうと思います。この内容に関しては園部先生の方でご尽力いただいてですね、書籍になります。で、乗るものは、まあ、自信を持って日本の最高峰だと思いますし、それからアメリカの方の理学療法士はエコーを使った技量ってほとんどやらないので、だから世界一ですよね。ね、そう思っています。今日聞くところでも僕は超音波画像をバンバン出しますけど、当たり前の世界になれば世界変わります。これからエコーをどう使っていくかとか、研究をやるときにどういうモデルを組んだ方がいいとかっていうヒントが多分満載なので、ぜひ来てもらってね、発表者と議論してもらえればいいかなと思ってます。で、そこであの今年はですね、特別講演あって、福井先生のたっての願い、一応僕が喋ります。で、まあ、超音波と手で挑む尺骨神経障害ということで、もう尺骨神経にターゲット絞ってですね、非常に野球のプロ野球のピッチャー見ることが多いので、その関係でもう尺骨神経障害外せないんですね。ですからちょっとそれを深掘りしていこうと思っています。2本目がですね、帝京大学の、笹原先生ですね、お医者さんですけど、まあ、僕とも非常に仲がいいんですが、下肢スポーツ障害の今超音波診療の第一人者だと思います。帝京大学の下肢スポーツ障害に対して今の超音波診療はどういう現在地にあるかっていう話で、下肢障害を見て、でそれが超音波を使うことによって どれぐらいの世界に今来てるのかっていうのもね、ぜひ知ってほしいな。もう一人特別講演の先生が見えて、日本医科大学の小川っていう先生がやってくれてます。まあ、メカノバイオロジー、機械的な刺激と生物学とがこうどういうふうになってくる。タイトルも非常に魅力的で、細胞はいかに力を感じているかってことなので、モデリングのことも含めてですね、まあ、非常に面白い話が聞けるだろうと思います。運動器の分野であれば術後の傷の問題であったり、術後とか骨折など傷が治るっていうことがどういうことが起きているかってことに関して面白い知見があるかもしれないですね。そんな内容で3月3日、多分他じゃ聞けないと思いますので、あの興味のある方はぜひ早めに登録してください。そこだけよろしくお願いします。